連邦軍総監は、ドイツ連邦軍における軍人の最高位の役職である。連邦政府並びに、連邦国防省を補佐する軍事顧問であり、四つ星の対象の階級が当てられる。その職務は、連邦国防大臣のために、連邦軍全体の計画及び発展の実現に、責任を負い、陸軍、空軍、海軍、救護業務軍、戦力基盤軍に、 おのの一名の幕僚長を従える。軍事指導者会議を主催し、全軍の統合作戦に寄与する。連邦軍総監の職務は、その名称が示す軍に対する、観察団を指示する、観察官ではなく、連邦軍指揮幕僚幹部の最高幹部として、連邦軍全体を指導、統括する。連邦軍総監は長期間にわたり、指揮権を伴わない召喚とされながらも、一部の高等、 単位部隊を制御していた。2002年8月から連邦軍全体に対する指揮命令を自由に行使できるよう権限が移譲された。このためポツダムに所在する連邦軍出動指揮司令部が連邦軍総監に従属する。これらの再編成により連邦軍総監の地位は強化される。連邦軍総監は連邦国防大臣の任期に依存しないという提案により、 連邦大統領によって候補者が任命される。連邦軍総監は連邦国防省第二事務局が所在するベルリンに皇帝を持つ。1970年以来、連邦軍総監は順庄を長とする連邦軍総監教育委員会に対して観察権を行使し、連邦軍における内面統制を掌握する。2008年6月1日から総監の運用事項として、 連邦国防省を運用式幕僚幹部から直接報告を受ける体制となる。1970年3月21日にヘルムート・シュミット国防大臣は連邦軍式大学校の訪問時に統合参謀機能について国防省の軍隊計画のための全体責任で言及する。これにより統合参謀長としての職責、地位が明確に確立された。 2005年1月21日には、連邦国防大臣、ペーター・シュトルックによる提案である、新国防政策考量に基づいたベルリン令が採択され、これに置き換えられて、国務長官の権限が強化される。総監は、文民統制のもとで、国防大臣不在時には、中央軍事当局者としてその地位を選出され、総監部と五軍の幕僚長を従えて、軍を統括する。 連邦軍指揮幕僚幹部を対象とする幕僚長に、陸、空軍少将もしくは海軍少将を指名、調整する。戦力基盤軍の軍事指揮権を戦艦事項とし、各軍の最高幹部によって構成される3つの委員会を設けて、特有の問題について議論される。一つ目の委員会である軍事指導者会議では、議長として会議を構成し、 統合参謀議長としての機能を持つ。二つ目の委員会には、軍の運用に関わる助言機能についてで、国防省との調整にあたる。幕僚長は、文民の長と対等の立場で軍の運用について、助言する。三つ目の委員会については、国防省に対する国軍助言機能があり、助言する以前の段階にて、装備や資材や組織に関する提案及び予算計画について、 議論することがある。連邦軍副総監記、連邦軍総監には2種類の代理人がいる。副総監は1964年から2003年まで連邦国防省軍事本部の一員として存在した。連邦国防省軍事本部の総監常設代表として大臣の専門任務を補佐するため軍事政策と軍備管理に責任を負う。ただし大臣権限の及ぶ 範囲内に限る。副総監には、陸、空軍中将、または海軍中将が当てられた。2003年に、全軍指揮幕僚幹部と、戦力基盤軍の中枢機能は合併し、戦力基盤軍総監と機能が統合された。これにより、副総監の職名は、戦力基盤軍総監兼連邦軍、総監常設代表に改名され、戦力基盤軍総監を兼務することとなる。 ありがとうございます。